はい、どうもこんにちは。北米的自動車ブログのゆうすけです。今回もね、ちょっとまた最近続いてますが、この僕の プリウスですね、この20プリウス、これをね、ちょっと触っていこうと思います。で、今回何するのかって言いますと、この車、ハロゲンライトなんですけど、そのバルブ交換をしていこうと思います。でね、ちょっとこの車のハロゲンバルブの交換っていうのが、割と厄介みたいでして、ネットに調べたところによると、バンパーをね、外さないと、交換が難しいということで、ちょっと今回その、バンパー外して、ハロゲンバルブの交換をしていこうと思います。ちなみにですね、使用するバルブというか、使われているバルブは、まあ、こういう普通の、ハロゲンバルブですね。で、形式が H4、 最近見ないですよね。ちょっと前の車に多く使われてたタイプですかね。H4 の、ハロゲンバルブを使っていきます。で、これはね、フィリップスっていうメーカー、日本だとヒゲ剃りとかで有名ですけどね、実は海外では、割とね、何でも作っている、家電メーカーでして、こういう車のヘッドランプとかも作っているんですね。で、まあ色も、僕はですね、あんまりそういう白い光が好きではないので、スタンダードよりちょっと白いんですけど、まあまあ、ほぼ純正ぐらいの、黄色さのものを選びました。これちなみにアメリカのアマゾンで2000円もしなかったと思いますね。まあそれぐらいなので、特にね、そういういいもの使わずに、安物です。これに変えていこうと思います。はい、それではね、ちょっとまずボンネット開けて、バンパーの方外していこうと思います。それでですね、ちょっとバンパーなんですけど、全体をね、外すとまたそれはそれでめんどくさいので、ちょっとこのライトだけ外せればいいので、この辺にね、確か、ボルトが1個あったと思うんですよね。なんでそれを外すためだけに外すので、案外バンパーってこう樹脂製で柔らかいんですよね。だから、こうね、こう全体外さずにここだけ外して、ちょっとね、ねじったような感じでライトだけ外していこうと思います。ちなみにまず最初にですね、この、ボンネット開けたところにあるこのカバーですね、これを外していきます。これはね、単なる、クリップとかで止まってるだけなので簡単に外していけますね。それではまずさっきの、黒いボードですね、これまず外していこうと思います。ちなみにこういうのね、一つ持っておくと便利ですね。これ全然安物なんですけど、9ドルぐらいで買ってきた、工具屋さんでね買ってきた、電動ドライバーなんですけど、でそんなに力もないんですが、まあこうね、あの手でずっとこう回していくのが結構本数多くなってくるとめんどくさいので、こういうの一つあると結構重宝するかと思います。ちなみにここの、パネルがですね、なんかこういう、中央にプラスのネジが切ってある、クリップみたいなのに止まってるんですけど、これね、このまま回すとただ空回りするだけで何もならないですね。なんでこれをね、ちょっとここのパネルをですね、上に引っ張りながらこれを緩めていくと外れます。こんな感じですね。こんな感じで外れていきます。こんな感じでこの黒いパネルまず外します。
それからですね、このここに黒いパネルがあったんですけど、今これ外して、でその次ここの、グリルの上の部分ですね、これも外していきます。これもね、ここにクリップと、あとここの真ん中に、十字のネジが切ってあるので、そこも外していくと外れますね。はい、それで今、ここクリップ、でこれがさっきのゴムのあれですね。でここもクリップで、でここがまたゴムのやつで、でここがクリップ。トータル5箇所ですね。これでこれが外れていくはずです。まあ、完全に外さなくてもいいんですけど、要はここのね、このボルトにアクセスしたかったので、これがライトが止まっているボルトなんですけど、ここにこれがね、ついたままの状態だとアクセスできないので、これ外して、こういうね、ここに、ここを、これを回せるように、しました。はい、それで最後にですね、バンパーの、まあ全部外さないですけど、ここ、ライトのね、外すのに、アクセスするのに必要な、分だけ外すのに、どこを外すか、どこをね、なんて言うんでしょう、まあ、今回どこ外すのかっていうことなんですけど、ここですね、ここにちょっと暗いですね、ここなんですよ。ここがタイヤで、これ前のタイヤで、これちょっと左側なんですけど、この、これなんていうんですか、このカバー、タイヤハウス内のカバーの内側に、ここにボルトが、六角のね、六角じゃない、ボルトですね、が止まってるので、これを外すと、ここが外れていきます。それでここの、さっきのボルトのサイズなんですが、これが10ミリの、ソケットで外せますね。右側も同じように外していきます。これでですね、多分この前のバンパーは外れると思うので、ちょっとやってみましょう。こっちに引く感じですね。あ、もう外れましたね。なんかボルトが落ちていった音がしましたけど、あ、これがバンパーの、これがね、さっきのボルトのナット代わりになってるんだと思うんですけど、これが今落ちていきましたので、これ落とさないように気をつけてください。これ落ちてね、どっか取れないとこ入るとまためんどくさいので、その辺はちょっとお気をつけください。それでですね、やっぱりちょっとここだけじゃ厳しいので、この下にもですね、もう一箇所、ボルトがあるので、そこも外していきたいと思います。具体的にはですね、バンパーの下部下ですね、これが、タイヤで、これ左側なんですけどタイヤで、その前のバンパーの下にここですね、これも外していきます。それでですね、結局今下、もう一箇所外したんですが、ちょっとね、動きがやっぱりまだ悪くて、でこの先にもあと2箇所、トータル下で3箇所ですね、下の3箇所、同じ10ミリの、ボルトで止まっているところがあったんですが、それね、外すと、ここまで外れたので、これだけ外すとね、十分、ボルトにアクセスできますので、これで外していきたいと思います。はい、それでですね、ライトが
どこのボルトで止まっているのかっていうことなんですけど、トータル3箇所のボルトで止まってまして、まず1つ目が、ここ、今バンパー外したところの、内側にあるところですね、バンパーの内側に隠れているボルト、これが1箇所。ここにね、見えますかね。ここにボルトがあるんですけど、これではなくて、この下に、ボルトがあるので、こっちが、ライトの、止まっているボルトになります。で、2箇所目がですね、さっきこのバンパーの前というか、バンパーの上というか、グリルみたいなところですね、外したところ、そこの内側に隠れている、このボルトですね。で、あと、3箇所目が、これはまあ一番簡単で、ここですね。このヘッドライトの、上、ここ。この3箇所で止まってますので、これ外すとライトが外れてきます。はい、それではね、ライト本体外していきます。でもね、たかだか、これバルブの交換だけでね、こんだけのことしないといけないって、ちょっとトヨタさんね、もうちょっと考えてほしかったですよね。でもまあそうなんですけど、で今まだ実はまだ、ヘッドライト切れてないんですよ。でなんで今これやってるのかっていうと、ネットでそのバルブの交換を見ていったら結構めんどくさそうで、でこれをねちょっと最近旅行が好きで、アメリカの長距離走ると砂漠の中をね、何百キロも、1000キロとか走ることになるんですけど、そんな中ね、砂漠の真ん中でヘッドライト交換、このバンパー外してね、ヘッドライト交換とかやると悲惨なので、それなら切れる前に、先にね、家のガレージでできるならやっておこうというところで、予防交換的な感じで、今回ヘッドライトのバルブ交換をしております。はい、これでね、今さっきの3箇所のボルト外しましたので、これでヘッドライトも外れてくるかと思います。こんな感じで、外れましたね。このね、ここの中に、ロービームの、バルブが入ってるんですけど、ここは、もう簡単に、交換できそうですね。それではね、まず最初に、このカプラーを外していきます。こんな感じで、カプラーはね、ただ単純に刺さっていただけみたいですね。その次にここですね、この裏側の、ゴムの、多分これ水が入ったりするのを防ぐための、カバーだと思うんですけど、これを外していきます。これはね、反時計回りに回すと外れるとのことです。はい、こんな感じでね、ゴムの、カバーですね、は外れました。はい、それでこれがですね、ここに、今カバーがついてたのを外したんですが、中、こんな感じでフックで止まってますので、これを押し下げて、横にスライドさせると外れるということですね。こんな感じで、バルブ取り出せました。で、これがね、古いバルブになります。なんかね、この接続部っていうんですかね、
ソケットが、ついていた部分、これがかなりもう大変なことになっちゃってるんですけど、これはね、一応まだつくので、スペアとしてね、もし万が一その人気のないところとかで、バルブが切れた時に、最悪ね、こっちにまた取り替えて、どっかそのお店、売っているお店まで走る時のスペアとして、持っておきます。それでこれからね、この新しいバルブに変えていくわけなんですが、一応ね、新しいバルブ、触るときは、手袋とかした方がいいですね。あの手の油とかがつくと、発熱したりとか、あと劣化が早まったりとかするみたいなので、僕もねちょっと詳しいことわかんないですけど、まあ、一応手袋をしろっていうふうに書いてあるので、こういう手袋、して作業を行っていきたいと思います。それでやっぱり、バルブはね、そんな高いものじゃないので、個人的には、高いものじゃないけど切れたらね困るので、毎回買うときは一応名前のあるブランドの方が安心かなと思ってこういうのを買ってます。このねフィリップスも、先ほどお伝えした通り、海外では割とこういうライトとかにも定評があるというか、そういうのを作ってるメーカーとしても有名ですので、まあ、この辺なら安心して使えますよね。はい、それではね、新しいバルブつけていきたいと思います。つける手順は外した手順と全く同じですので、まあ、それは、外した手順を参考になさってください。はい、それでねちょっと一つだけ、この今回買えるバルブ、このプリウスの20プリウスのハロゲンバルブですね、これは H4 バルブっていうのが使われてるんですけど、これちょっと前の車なら、割と一般的なハロゲンのバルブなんですが、これここにですね、わかりますかね、こういう突起が3箇所出てまして、でこれでね位置決めをするようになっております。ですので、まあ、これを、目印にというか、つけていただけると間違いなく、装着していただけます。まあ、この辺もね常識っちゃ常識ですよね。この車好きというか、まあ、ちょっと触ったことのある方でしたら、まあ、当然ご存知のことかなと思います。こんな感じで、今ね3箇所突起合わせて、さっき の留め金ももうしちゃいました。でこれであとはさっき のゴムのカバーをはめ直して、コネクタつけて、作業完了ですね。でこれ今コネクタですね、これも差し終わりましたので、これで一応ね点灯確認だけしてから、バンパー戻していこうと思います。はい、それではね最後に、点灯の確認だけしていきたいと思います。問題なさそうなので、今回はこれで終わりにしたいと思います。今回もご視聴いただいてどうもありがとうございました。